ラジオニュース種まきジャーナル、ここからは特集の時間です。え今日のテーマは、政府の原発事故調査検証委員会とはです。今日のゲストは、前の京都大学の総長で、政府が設置した東京電力福島原子力発電所における事故調査検証委員会のメンバーでもある、地震学者の小池和夫さんです。 引き続き続よろししくお願いしますでは、あの、池さん、このお政府の原発事故調査検証委員会について詳しくお伺いしてまいりたいんですが、今、あの検証についてはですね、えー、どんな形で、えー、行って るんでしょうか検証作業についてああ、ね、あの、まああのま大変熱心に働いてくださるチームが結成されておりまして内閣府の中にでその方たちがですねその委員会のまあ議論を,を受けていろんな仕事をしてくるあのしてくれてるんですけどもあの主にこの関係者のヒアリングをずっとやってきたわけですね<ー>でそこからその浮き彫りにされ,るされてきたことをこう中間報告として12月の日 二十六日に発表したわけですけども、あの、さらにその、お、詰めを。今やってる最中で、まあ、主としてですね、その、関連した、あの、政治家たちの。 えー、いろんな方たちに今ヒアリングをしたりしてる最中ですが、それからまあ中間報告からいろいろ議論してきて、問題が出てきたところを浮き彫りにさせるためのまたさらに追加のヒアリングとかいうのをもう鋭やっててですね。で、それはあの、適宜、なかなかみんなが集まる、10人の委員なんですけど、みんなが集まるの大変なんですが、あの、適宜、この事務局行ってはその内容を詰めてね、議論したりメールでやり取りしたりしながら、あの、急ピッチで、 いうことに当たってるという、そういう状態ですね。うん、で、一応、この前、あの、先週の金曜日、土曜日、新宿で国際会議やったんですけども、その時には5人の外国の方に来ていただいて、その中間報告を今、まあ、厚さ5センチぐらいの英語の,の報告ができているんですが、それを読んでいただいて、いろいろ考えをお言っていただいたと。 大変参考になる会議だったんですけども、あの、そういうことをやりながら、まあ、ヒアリングを詰めていってる最中。で、うん、7月には本報告を出したいと。もう出すと宣言しましたんで、はい、それに合わせて、まあ、ちょっと時間が足りないという面もあるけれども、まあ、これもある程度、きちんと早く出さないといろんな先の政策に絡んでいきますからね、内容が。うん、まあ、そういうことで。 やってる最中結構忙しいで,す、ねはい、であの12月末の中間報告についてですね、えー、いろいろとあの質問も来ておりましてですね、えーえー、こちらの方はラジオネーム「あめちゃん投げるで」という名前の方なんですけれども、えー、放射性物質の広がりを予測するシステムスピーディの、えーの存在すら、えー、認識していなかったという発表があったのには、えー、相当ショックでしたと。 政府の原発事故調査委員会では本件については厳しく追及はしなかったんでしょうかといういや厳しく追及とかそういうこのおいろんなあのウェイトを変えるわけではなくて、はいえー、まずは事実をきっちりと明らかにするということで、えー、もちろんそのスピーディーがどう扱われたかっていうのははっきり認識しておりまして、えー、で今おっしゃったのはその民間の事故調査委員会の話から多分 聞いいておられるんだろうと思います間事のスピーディーの扱い方についてはあのきっちりどういう実態であったかっていうのは我々は把握もちろんしてますはいあの中間報告書によりますとこのスピーディーについてはあの活用について広報する発想がなかったというふうにまとめられております、まあ、そういうことですね、はい、あのい一番基本的なところでね その、ちゃんとしたデータでないからとかね。それから、あの、やたらと何かを言うと、そのパニックが起こるとかね。そういうことがしょっちゅういろんな、まあ、特にその SF 筋で出てくるわけですね。あるいは政治家たちが。で、それが一番の問題になってて、あの、結局、その何でも分かったことを正直に全部、う言うと、それを正しくあの、正確に伝えるっていうことがね。 全く抜けているんですね。今までの,あの調査でわかることは。で、その点、先週の金堂の国際会議でも、まあ、外国から来られた5人のメンバーが口を揃えて言われた。まずは正直でないといけないと。全てを見せると。これがもう基本だということですね。それはあの、アメリカは1976年以来やってきたんだというようなことを言ってくださって、あの、メザーブさんっていう長官ですけれども。で、それがまず第一だと。<laughs> で、それをしかもその、そういうことができる、組織を保証しなければいけない。はい,はい。ね。あの、その、そこにいる人がちゃんと研究をして、ちゃんとした給料をもらってね。で、その、よそへ移っていったりしなくても飯が食えるということをアメリカはやってるんだという、まあ、そういう仕組みまでね、参考に言ってくれましたけれども、何よりもとにかく、まずは全て情報を見せる。これが抜けていたっていうことでしょうね。へ、えーえー、なんか、 あの、もしかすると情報の流れが意図的に止められてんじゃないだろうかとか、そういうようなことをとま。まあ、それは何をもって意図的にというかは、それはちょっとは個人の判断になりますけれども、うん、あの、止めろという指示が働いたということもあるでしょうし、うん、まあ、それはね、あの、今回の原発事故、私は初めてその原子力発電所の中身を随分勉強させてもらいましたけれども、もっと進んでると思ってたんですが、あらゆるところでね、 その力が見えない力が働いて何かが止められてきたというそういうどうも歴史のような気がしてしょうがないんですけどねだからそれが全てのところに働いていくんじゃないでしょうかね日本の仕組みの中で,でこれはもう一番の反省点ではないかとまあ中間報告読んでいただくとその辺が浮き彫りになってくると私は思いますね。 あの、もう一つ大事なことはね、中間報告、畑村委員長はどういう方針を基本にしているかっていう、もう一つ大事なことがあって、100年持ちこたえる内容にしたいと彼は言うのね。えー、それはみんな委員が賛成してるわけですが、この100年持ちこたえるためには、ものすごく、あの、慎重に調べなきゃいけないってことあるでしょ。はい、で、そしてそれを分析して、えー、将来のために韓国まで、 言えるような、そういう内容にしていかなきゃいけない。例えばね、今、ニュース8件、話されたんですかね。私、その中でひょっとして出てくるかなと思って聞いてたのは、今日は何の日か、3月1日っていうとね、私なんかも若い時のことを忘れられない。第五福竜丸の事件の日ですよね。それはビキニデーなんだよね。えー、で、それはね、最近もニュースに出てこないでしょ。 で、あの、小出さんもそういうことは、あの、さっき時間と聞きたいと思ったけど、そういうことはもう1954年のことを忘れてるわけですよね、ほとんどね。だけどそうならないように、これ100年、この報告の内容がきっちりとみんなに理解されて残っていくという、うん、あの、原子炉は、即刻廃止という、さっき小出さんおっしゃったけど、廃止したって50年ぐらいは。 後腐れがあるわけですね。それ作業しなきゃいけない。その間ずっとこの報告書が長持ちしてくれなきゃいけないってことですね。うん、あの今のね大池さんの話の中で見えない力っていう言葉がありましたけど、はい、小宮さんやっぱここが見えてくるとね。そうですね。はい。うん、ですからあの。 私たちから見て、なんか責任がどこにあるのかよくわからないという体制がありましたんで、はい、それをこの報告書で、まああのまあ、最終報告書ですよね、あの期待したいんですけれども、の聞き取りなんかはですね、こう あの委員会がやりたいということは、基本的にはやれ,やれていや,やれてます、もうそれは本当に精力的にやってくれてますし、あのまたそれをあの受け止める方たちもです、ね、実に協力をよくしてくれてると、私は思じゃあ、あの例えば、えー、官邸の対応についてっていうのもよくもう大きく指摘されてますけれども、関係閣僚の方々からの聞き取りっていうのは進んでます,す,、ね、すか、ねはいはい、民間事故庁はそこのとこ,ろ特にこのとろ特に先行してやられる、はいる それぞれの特徴が出ていると思うんですけどももちろんそれは参考にもさせていただきますがやっぱり独自に我々の目でそれをやっていきたいと思います、うんうん、であの今回の事故では原子力保安院がその役割を果たせなかったということがもう明らかな感じなんですけどもなぜ本当にその組織になってしまったのかということについてっていうのは。 あの、かなり議論をされてるんですかね。うん、あの、まあ、それもこれからの分析になると思いますね。うんええー。 どうもこういう方向ではないかみたいなことで今議論をすると間違ったらいけないので私はそれであんまり専門家でもないから慎重なんですけれどもあのだんだん見えてくると思いますね、うん、その辺がじゃあ,、まあ、あの政治家からの、まあ、聞き取りだとかそれからあのそういった法案員のことについてっても最終報告の時には盛り込まれてくるという感じですか、ねうん、そ,うそうでないとこもありますね、はい、私はあの10人の委員の内訳から見ると私自然科学では私だけなんですけどね、うんうん これは大変なんだけども、あの、私は地震学者ですから、まあ、1960年代ぐらいからのこの歴史っていうのはやっぱり念頭に置いてて、地震学はものすごくその間に進んだんですね。ブレートテクトニクスもその60年から後で生まれてきたわけだし、えー、地震の物理学もそこから後で始まったわけですね。はい、60年代は統計の時代で過去のデータしかなかった。で、それで原子力発電所も60年代からあの第一原発は 始まったわけですよね、えー、それからあー、まあ、政府を中心としたの日本の防災対策というようなのも60年代からどんどんこの発達してきたで、その3つをこうずっと時系列で並べていくとね地震学は見事に今度の,、ね、あの巨大地震がどんな地震だったかってもうも見事にすぐ説明ができる体制なんですよね。 記録も全部取れてるし、うん、で、そしてそれは世界中の学者が今分析してるわけです。<ー>ところが原子力発電所の考え方は全然それに追いついていなかったっていうのは明らかですね。<ー>それから防災対策だって、まああの昨年の1月1日の時点でまだその福島の沖には地震が起きないみたいな地図を公表してたような段階ですから、認識がものすごく遅れてますよね。<ー>で、そういうのを比べてるとね、 本当にあのまずいいいいことがっっぱいあったんじゃないかとあの西暦869年の上岸地震ですか大きな地震の大津波が起きたことについて東電は2009年に要請がない限り津波の試算について本院,院に説明するなといったような動きをしていたということがあまあいろんなこと言われてますけど明らかになってますけど認識はしてますからね<ー>十分そ,のそういうことがあったということはみんな知ってるわけで関係者は。えー